アポロです。今回はですね、事実と真実を切り離せという話を、していきます。まあ、テーマだけ聞くとちょっとね、かなり本質的というかね、抽象的な話にね、思えると思うんですけど、まあ、もっとこう、なんていうんですかね、身近な問題というか、の話なんですね、今回は。で、この事実と真実っていうのは一緒じゃないんですよ。そこをまず理解する必要がある。だから事実っていうのは一つじゃないですか。こういう出来事があって、それは誰がどう見ても同じものになるわけですよね。例えば、今日東京は雨でしたっていうのは、誰が見ても東京は雨だったっていうのは一緒だと思うんですね。でもその事実に対する解釈っていうのは人それぞれ違うんですよ。雨が降ってよかったっていう人もいれば、雨が降って最悪だなって思う人もいるわけですね。だから真実っていうのは、人によって違うし、解釈によってもたらされるんですよね。同じものを見てもいいっていう人もいれば、悪いっていう人もいるじゃないですか。だからこれが現実を作るんですよ。どう事実をどう解釈するかによって現実が決まるということなので、いかにその、ね、事実を解釈するのかっては重要なんですけど、その大抵の人はこの思い込みを持ってるんですね。思い込みによって解釈してるんです。このフィルターを通してバイアスのかかった解釈をして現実を作ってるんですよね。この思い込みを捨てて、もっと事実客観的に見ましょうっていう話なんですよ。例えば、ね、月収10万とかって、これただの事実ですよね。10万円稼ぎましたみたいな。じゃあこれがうまくいってるのかうまくいってないのかって、どっちですか？これはどう解釈するかによると思うんですよね。月収10万稼いで、わーい、すごい、やったーっていう人もいれば、全然ね、うまくいってないやっていう人もいるわけですよ。ね、月収100万稼ぐのが当たり前だみたいなふうに思ってる人は、10万でもね、うわ、全然もう最悪うまくいってないってなるし、まあ、そんなね、例えばもう本当、月に1万とかしか稼げないような人が10万稼いだら、わ、すごい大成功だってなるわけじゃないですか。だから、事実、そのものには意味がないんですよ。まあ、プラスにもマイナスにもどっちにも解釈できるんですか。で、この思い込みによって自分にブレーキをかけてしまう人って本当に多いんですよね。例えば、何か商品を作って売ろうと思った時に、どうせこんなもの売れないやみたいなね、勝手に決めつけてしまうみたいな。でもやってみないと分かんないわけですよ。ろくにリサーチもしない。まあ、リサーチをしたとしても、それが売れるか売れないかっていうのはね、やってみないと分かんない。だし、例えば、自分はね、こういう人間だから、こういうのは苦手だとかね、私はこれが苦手なんですって、そういうふうに自分に暗示をかけたら、それは苦手になるし、だからそれは本当そうなんです。誰と比べて苦手なんですかってことなんですね。まあ、苦手というか、私なんか大したことがないとかね、じゃあ誰と比較して大したことがないんですかってこと。集客がうまくいかないんですって言われて、じっくり話を聞いてみると、それって本当にうまくいってないんですかみたいな。え、うまくいってんじゃないですか、それって、みたいなふうに思うこともあるわけですよ。だから、この事実と真実を切り離さないと、大抵の場合、僕たちはこの思い込みで行動を決めるわけですよね。こうだからこうだ、みたいな。でもそれって、その事実を客観的に考えたら、その思い込みが間違ってることもあるわけですよ。で、これによってブレーキをかけて、そもそも行動しないとか、やらないとか、ね、諦めるとか、っていうことをしてしまうことがあるので、それだとやっぱりね、なかなか成功するってのは難しいし、いかにまあその事実を客観的に捉えるか、変なこの主観を入れずに物事を判断するのかって重要なわけです。でも人間ってなかなかそれができないですよ。自分のことってやっぱり主観的に見ちゃうし、どうしてもそういうね、まあ、バイアスのかかった解釈をしてしまうので、だからこそ第三者に見てもらう必要があるわけですよ。うまくいってる人ほどパーソナルトレーナーとかコンサルとかね、そういう人を自分の身の回りに置くじゃないですか。
僕自身もねコンサルをつけてたりしますけど、それはやっぱり第三者から見てもらうことによって客観的に見れるんですね、自分っていう人間。だからそこでね、自分が気づかなかったことに気づけたりとかっていうことがあるので、この思い込みっていうのは本当にそれってそうなのかなっていうのはしっかりと、ね、自分で考えて判断するようにしないと、こうだろうみたいな決めつけって、まあ誰しも、ね、絶対持ってるんですけど、それが事実と異なるっていうのは普通にあることなんですね。なので非常にもったいないですから、この事実と真実を切り離すとき、まあ、意識を持って何かそういう、まあ、思考が生まれてきたら一旦冷静になって、それって本当に真実か、真実か、それって本当にね、本当にそうなのかなっていうふうに自分に問いかけてみるとね、この真実と事実を切り離すことができるようになるので、ちょっと一旦ね、まあ、この思い込みを、まあ、持つなとは言わないですけど、あんまりこれにこう振り回されないように気をつけて、